こんにちは。花屋龍馬シリーズをご覧の皆様、神の道って書いてますけども、まさにね、神になるための道を用意しているような気が私はするんですけどもね。でもその中でもね、入門編ということでこの動画リレーをさせていただいております。花屋龍馬さんね、必死で食らいついてくださってると言いますかね。前回の動画はかなりね、受け取れる人と受け取れない人って分かれるんですよ。で、花屋龍馬さんがね、キーワードとして出したのはちょっとね、理解するのが難しいっていうことだったと思うんですけども、だからなんですよ。分からなければ分かるまでやる、これでいいわけなんですよ。分からないからやめてしまえば、分からないまんま分からない人生が続いていくと。できないからできるまでやる、できないまんまやめてしまうとできない人生が続く。シンプルにこれだけなんですよね。ということで今回の動画は前回に引き続いてね、難しいことをやったらめったら言ってもちょっとしょうがないんで、休憩というかね、ちょっとね、ここでコーヒーブレイクを取っていただきたいなという意味も込めて、もう動画を終わろうと思うんですけども、たった一つだけね、私のキーワードをちょっと埋め込んでおきますんで、気づいたことがあったらまたこのキーワードをもとに、動画を返信していただければなと思います。それはですね、決断力なんですよ。決断、これはどういうふうな、キーワードなのかというと、決断というのはね、失敗をしないように細心の注意を払って決めたっていうふうなことが決断だというふうに多くの方は思ってますけど、違うんですよ。決断っていうのはですね、その選択で破滅することも受け入れることなんですよ。だから私は決断が早いんですよね。この決定によって失うかもしれない、どうしようもない人生に入るかもしれない、もう瀕死になるかもしれない、でも OK だよと、いいよいいよ決めますって感じなんですよね。だからこれがだから決断なんですよ。で、瀕死の重傷になったり、もう徹底的に打ちのめされて何もかも失っても、そこから復活すればいい話なんでね。だからこの復活力を身につければ、傷を自ら治癒する能力をつけとけば、決断は何も怖くない、失敗も何も怖くない、転落すら自分のコンテンツであり喜びであるってことになるわけなんですよね。よくね、結婚は人生の墓場だと言われますけども、それは確かにそうなんですよ。人生の墓場ね、だけども新しい生命が生まれるところでもあるんですよ。独身というものがそこで死んで、家族というものが生まれるんですよね。だから決断力があれば、どんな家族にするのかとかね、どんな家庭にするのか、そしてそれがね、思わしくないような結果を生むかもしれない、それでも OK だよ、この人のためならって思える人と、結婚すればいいんじゃないかなと思いますし、恋愛を楽しんでいただければいいんじゃないかなと思うんですよ。ということで今回の動画は終わりですけども、決断というね、キーワード、それは破滅を受け入れるってことなんですよ。だから私は決断が早いというふうに思いますし、決断がなかなかね、できない人っていうのは結局ね、破滅を受け入れてないんですよ。どうしても成功したいから挑戦すらしないっていうロジックに入っちゃうんですよね。花屋龍馬さんね、いろんな挑戦しますよね。本当に素晴らしい30代が、黄金のような時代が待っているんじゃないかなと思います。これから想像もしなかったような出会いと学びと喜びと感動と破滅が一歩待ってると思いますよ。それでは、いってらっしゃい。